大鷹太陽は日本海軍の航空母艦。軍艦太陽は日本海軍の航空母艦。大高型航空母艦の一番艦。日本優先の日田丸急下客船三番船、春日丸を建造中に空母へ改造した艦艇である。1941年昭和16年8月末に特設航空母艦として完成。本艦は 太平洋戦争初戦から中盤にかけて、航空機輸送任務に従事した。同任務従事中の1942年、昭和17年8月31日府で、軍艦席に編入され、特設航空母艦カスガマルから、航空母艦大鷹に改名及び類別変更された。1943年、昭和18年9月24日、大鷹は、米潜水艦、 カブリラの来撃で大破。1944年、昭和19年4月まで修理を実施した。修理完了後は、海上護衛総司令部の指揮下に入り、戦団、護衛任務に従事する。日71戦団護衛中の同年8月18日夜、ルソン島西方で、米潜水艦ラッシャーの魚雷攻撃により撃沈された。太陽の前身である、カスガルは、 昭和初期に公共を博していた欧州航路の老齢船を置き換える目的で、また、ドイツの新型化客船3隻、シャルンホルストに対抗しつつ、1940年、昭和15年開催予定の東京オリンピックを見込んで、日本優先が建造した豪華客船にッタマル級、三姉妹船の第3戦であった。ニッタマル級三姉妹船、ッタマル、ヤワタマ丸、 カスガ丸は、日本郵船を象徴する客船であり、日本郵船株式会社のイニシャル、ナイクにちなんで、それぞれニッタ丸、ヤワタ丸、カスガ丸と命名されている。建造費用は、優秀船舶建造助成施設による補助を受けていた。また三隻とも、三菱長崎造船所で建造され、ニッタ丸、飛行1938年5月9日。 浸水1939年5月20日、春光1940年3月23日、八和田丸、1938年12月14日、浸水1939年10月31日、春光1940年7月31日、カスガ丸、飛行1940年1月6日の順番で建造された。 予想される日米の艦隊決戦に際して、カスガマル級特設航空母艦は艦隊用補助空母としての役割を期待されていた。大鷹型は小型の上に速度も遅く用途は限られており、さらに日本海軍は終戦まで空母用カタパルトを実用化できなかったため、連合国軍の軽空母や護衛空母と比較して本型の航空機運用能力は 非常に見劣りするものになってしまった。特に、対戦中盤以降に登場した比較的大型の新型機、天山、水星、流星、彩雲をカタパルトのない本型が実戦で運用するのは、今であった。ただし、合成風速12メートル毎秒、約23ノットが得られる場合は3機の天山が同時発艦可能であった。また、大高では、 実戦使用されることはなかったが、1943年には、ブースターロケットの開発に成功しており、この場合は12機の天山が、同時発艦できるようになっていた。方向並走の計画は1 2トル単装広角砲6門、2 5ト、mm、ル連装機術4機8丁だったが、カス丸としての春高時は1 2トル単装広角砲4門、2 5ト、mm、ル 連装機銃2機、1 3ト、mm、ル4連装機銃2機だった。広格砲用のスポーンソンは6機分用意されたが、兵器不足のため広格砲2門は後日装備となる。中央の左右1門ずつは、搭載されなかった。1942年、昭和17年6月10日付の官房機密第7162号で1 3ト、mm、ル4連装機銃を2 5ト、mm、ル連装機銃に、 交換し、3番、4番広角砲の搭載予定位置に25立方ミリメートル連装機銃を仮装備をする。訓令が出され、実際の工事は、同年7月と推定される。同年6月24日付の官房機密第7868号で95式爆雷8個、手動投下第1組装備の訓令が出され、 この工事は訓令直後の6月26日から7月1日の間に、クレで行われたと言われる。同年8月21日付の官房機密第1468号で、官守と官尾に、それぞれ25立方ミリメートル連装機銃2機と射撃式装置1機ずつを装備する訓練が出され、この工事は、翌1943年、 昭和18年5月29日から7月15日まで、予保海軍交渉で修理を行った時に装備したと推定される。最終時の兵装は、1944年7月1日付、艦船用木外用一覧表によると 12cm、単装広角砲4門、25立方ミリメートル、連装機銃8機、同連装2機、同単装20機、 95式爆雷 X8、水中常温機 X1、21号電単 X1 だという。21号電単は、軍艦大高戦時日誌に10月17日から27日の間に、呉で装備したと書かれている。乗員からの聞き取りでは、電単の台にはローラーがついていて、飛行機発着のない夜間にだけ格納庫から、 全部エレベーターで飛行甲板に上げて使用していたという。1940年、昭和15年1月6日、三菱重工業長崎造船所で起航。歌唱艦名、大船三番艦。商船用の装備を取り外した後、9月19日に浸水した。同年11月1日、長崎造船所における大和型船艦二番艦。 武蔵の浸水において、偽装岩壁に向かう武蔵を、カスガ丸の船体で隠し、日本海軍機体の秘密兵器、軍艦武蔵の存在への防御用に貢献した。1941年、昭和16年5月1日、日本海軍は、カスガ丸を特設航空母艦に定め、同日府で、佐世保陳府所艦となった。同時に、空母副長、赤木副長や、 各航空隊司令等を歴任し、同年3月25日まで航空機運搬船、小牧丸艦長だった、石井稽古大佐。後日、空母か原丸、巡洋初代艦長、沖高初代艦長、神高艦長等を歴任、神高の沈没時に、戦士を、春日丸艦長に任命した。佐世保海軍工渉へ開港後、航空母艦としての改装工事が行われた。 ヤワタマル、ニットマルは、クレコで改造。基本的に客船に戻すのは難しいほどの改造を行ったが、三姉妹艦においては、最も簡単な工事であり、木造部分も多く残されるなど商船としての構造や偽装が残されていた。福井静雄、を、当時、海軍技術商工によれば、春日丸について、徴用船をこんなに改造して、後で海洋の時、 空母状態から客船に戻す作業は大変であろうと心配した者もいたという。また本館は商船として完成する前に空母へ改造されたので空母として三姉妹艦中最初に完成。このため課客船としては一番線の新田丸がネームシップであるが空母としてはカスガ丸がネームシップなりカスガ丸級特設航空母艦と呼称された。 なお、春日丸級特設空母のエレベーター6機、各艦2機3隻は、もともと、浅間丸級価客船、浅間丸、立田丸、秩父丸、改名後、鎌倉丸を空母に改造するために製造されたものだった。1941年、昭和16年8月11日、春日丸艦長は、石井大佐から工事岸一大佐、当時、岩国海軍航空隊司令に交代する。 9月5日、春高。9月1日、司令官を原忠和少将とする第5航空戦隊、空母2隻、昇格、春日丸、吹雪型区逐艦17番艦大ボロが新編された。原司令官は機関に春日丸が指定された。だが、本艦が5航船として本格的に活動する機会はなかった。9月10日、原司令官は、 第5航空戦隊機関を、春日丸から昇格に変更する。春日丸は9月25日府で、第1航空艦隊、第4航空戦隊、司令官、角田各自少将、空母、龍城、第3駆逐隊、潮風、歩風に編入された。10月、鹿児島に入港して、空母龍城と合同した後、 カスガマルは台湾佐世保艦の訓練公開に従事した。アメリカとの戦争が勃発しなければ、昭和17年度の戦時編成において、カスガマルイカ特設航空母艦軍は、第6航空戦隊、特設空母3、第31駆逐隊、長波、巻波、高波、大波と第7航空戦隊、空母放将、特設空母2、第25駆逐隊、秋月、寺慈月、 初月を編成予定だった。太平洋戦争開戦時、特設空母カソガマルは96式、艦上戦闘機と96式艦上爆撃機を固有艦載機として搭載していた。本艦の艦載機は旧式ながら、紹介任務で活躍している。南方作戦、ライン作戦において、同方面に投入された航空機運用艦は、第航空戦隊、 水保などの水上規模艦が主力であり、当初から参加していた空母は四航線、竜城、カスガ丸だけだった。竜城はフィリピン方面攻略作戦に参加し、カスガ丸は第11航空艦隊の96式、艦上戦闘機13機を搭載して、パラオへ輸送。これが最初の航空機輸送任務となった。12月12日、佐世保に帰島。十二月十二日、 空母、小を取り、県先型潜水母艦改造空母が第四、航空船体に編入される。一方、カソガマルは、連合艦隊付属となった。12月31日、クレチンジュフ所属となる。セット内海では、第12連合航空隊、母艦航空隊登場員の初着艦訓練に従事した。1942年、 昭和17年2月25日から3月12日まで、トラック白地への零式艦上戦闘機輸送任務に従事した。続いて、マーシャル諸島及びソロモン諸島防備強化のため、霊船及び基地機材と自認を輸送する。4月3日、横須賀を出発。ロイコールナムル島、ルオット島で霊船12機を下ろし、続いて、クエゼリン環章に向かう。5月3日、 入港直前にアメリカの潜水艦ガトーがカスガ丸に巨雷5本を発射するが命中しなかった。1本は命中寸前であった。ガトーは護衛艦や一式陸上攻撃機、哨戒機に反撃されたが退避に成功している。5月8日、ジャルート艦章、ヤルート艦章に第14航空隊、飛行艇部隊の整備員を移送することになる。 マーシャル諸島への輸送を終えると、南下して伏化島、ブーゲンビル州に進出した。なお、カスガマルの冷戦空輸について、酒井三郎の改装によれば、ラバウルより冷戦登場員20名へ、台南航空隊小族が97式飛行艇に登場して、カスガマルの傍らに着水した。上艦すると冷戦に乗り込み、カスガマルより発艦して、ラバウル基地に移動したという。 5月16日、約1ヶ月半に及ぶ航海を終えて、横須賀に帰還した。1942年、昭和17年8月7日、アメリカ軍は、ガダルカ・ナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、ガダルカ・ナル島の戦いが始まった。8月17日、ヤマト型戦艦1番艦ヤマト、ヤマモト56連合艦隊司令長官、宇垣、き、まとい参謀長太座上中、 特設空母、カスガマル、第七駆逐隊、サザナミ、潮、アケボノは、柱島白地を出撃し、トラック白地に向け出撃した。ミッドウェイ作戦時の戦艦部隊、ヤマト、ナガト、道のく護衛は、空母放送だったが、今作戦では、カスガマルが、ヤマトの護衛についた。八月二日、機関総風機軸の故障により、 カスガマルは最大発揮速力20ノットに低下。オリシモ海上は無風状態で着艦しようとした2機の戦闘機が着艦に失敗して損傷した。27日、カスガマルと護衛の駆逐艦明けぼは搭載機の一部をマロエラップ干渉、タロ足ア島当初はルオット島へ陸揚げするよう加齢され、三隻、ヤマト、サザナミ、塩と分離した。 8月29日、タロア島、マロイラップ艦渉へ到着後、艦爆4、戦闘機4、搭乗員、整備員を擁陸、代わりに別部隊の戦闘機10機を搭載して、ラバウルへ向かった。ラバウル方面へ公開中の1942年、昭和17年8月31日、特設航空母艦2隻、カソガマル、ヤワタマルは、 それぞれ軍艦太陽及び軍艦運用と改名された。二隻は同日府で正式に航空母艦となった。大鷹は佐世保鎮守府席に所属。艦姿に変化はない。9月2日、ラバウルに到着して航空機輸送任務を終えた。大鷹はラバウルに入り泊した唯一の日本空母となった。続いて第21航空戦隊。 第23航空戦隊の戦闘機、干爆輸送任務に従事する。9月13日に民ダナオ島、ダバオ、出発、17日カビエム沖合で航空隊を発艦、22日ダバオ25日カビエム沖合で発艦、これで輸送任務を終了し、第7駆逐隊の護衛下でトラック白地に向かった。一旦、内地祈祷の予定となる。 なお本館公開中、大鷹の搭載機は大幅に減らされることになった。9月28日、大鷹はトラックの南水道南方で、米潜水艦の発射した魚雷1本、2本ともを光なりした。命中箇所は右辺全部。このアメリカの潜水艦は、タンバー級潜水艦のトラウトである。トラック白地ではうがきまとい連合艦隊参防長と、 第二海上護衛隊の将校が近来潜水艦による被害少なくなれるは結構なりと海談した直後の襲撃と光なりであった大高は羅針儀の故障により付近を航行していたサザナミに水路共同を依頼する機関課勤務者を中心に死傷者13名戦士3、重傷3、軽傷7を出し、速力16ノット、戦闘商法では14ノットで入り泊し、 第四工作部、赤氏が応急修理を行った。宇がき連合艦第三傍長は、横須賀鎮守府に、損傷2隻、大高、さざ波の特急修理を要請した。10月1日、96式艦上戦闘機3機、96式艦上爆撃機5機を収容する。10月4日、駆逐艦2隻、時津風、さざ波と共にトラックを出発。 13日に小海底46号に護衛され、文後水道通過時、14日に呉木。全部ガソリンタンクの損傷により気化燃料が漏れ出し、マリアナ沖海戦における空母大砲のように爆沈しかねない状況下での航海だったという。ご到着と共に時津風は指揮下を離れた。内地帰島後、大鷹の戦闘機体は外産した、大鷹飛行長、いがら天あ精査は、 クレチンジュ夫婦。10月22日、吹雪型駆逐環境、第1水雷戦隊、第6駆逐隊小族が、大高艦長の指揮下に入る。響きは、第6駆逐隊の領艦三隻、赤月、雷、電と分離し、大高艦長の指揮下で行動することになった。10月24日府で、大高艦長は、 高次間1大佐から篠田太郎8大佐に交代した篠田は10月1日まで特設水上規模艦上川丸艦長。公認の上川丸艦長は松田隆時大佐。10月28日、大高はクレを出発。駆逐艦2隻、響き第6駆逐隊、さざなみ第7駆逐隊等に護衛され、横須賀に向かった。大高は11月1日に 横須賀を出発、6日に、トラックへ到着した。以後も航空機輸送任務に従事する。カダルカナル島の戦いが激化するにつれて航空機の消耗は増える一方であり、大高型航空母艦は、内地と前線を、幾度も、往復、航空機輸送任務に奔走した。1943年、昭和18年2月上旬から8月中旬まで、空母3隻、大高。 運用、沖高は、横須賀、トラックフィリピンスラバヤ方面の陸海軍機輸送任務に従事した。総発や艦戦闘機月光のラバウル進出にも協力している。また海軍機だけでなく陸軍機の輸送も行った。3月上旬、日本陸軍の三式戦闘機、飛援部隊、飛行第68戦隊のラバウル進出が決定る。三式戦闘機を搭載した空母2隻。 大高、沖高は、従順町会、駆逐艦4隻、さざ波、響き、黒潮、親潮に護衛されて4月4日に、横須賀を出発したが、4月8日夜、アメリカの潜水艦谷井が、空母部隊を発見する。距離800メートルの大高に大使艦尾発射艦より、魚雷4本を発射したが、早爆した。魚雷命中と誤認した谷井は、 沖高に対し魚雷6本を発射するも同じく早、爆に終わった。10日、トラック白地に到着して任務を終える。だが三式戦部隊はトラックからラバウルへの空輸において、液霊エンジンの故障、航空機による後方誘導の失敗により、不時撃や行方不明機を多数出してしまった。4月16日、空母2隻、大高、沖高は、 駆逐艦三隻、しぐれ、有明、響きに護衛されて、トラックを出発。21日、横須賀に帰投した。前年10月より、大鷹の指揮下にあった響き、第六駆逐隊は4月15日府で内南洋部隊、編入は4月21日より、主力部隊に編入。その後、5月中旬により、キスカ島を撤退作戦十字のため北方部隊。 第5艦隊に入りされ、別行動となった。5月、大高はフィリピン及び、シンガポールやスラバヤ島、東南アジア方面の輸送作戦に従事。5月29日、大高艦長は、篠原大佐から松田高時大佐、松田は4月26日まで、上川丸艦長に交代する。7月23日より、トラックへの輸送に3回従事した。 8月4日、大高は、駆逐艦2隻、マイフー、大波と共にトラックを出港。マイフー、第4駆逐隊は4日夕刻に分離したため、護衛艦は夕雲型駆逐艦大波、駆逐艦長、吉川清中佐一隻となった。8月6日13時、対空訓練のため大高はこれ自運動をやめ速力18、ノットで直進していた。この時、 アメリカの潜水艦パイクが大高に向けて、魚雷6本を発射した。右縁に雷石4本を認めた大高は左縁に転打。すると大高の右縁中央部、煙突付近に、魚雷1本が命中したが不発だった。負傷者2名、不発魚雷は、水線下5メートルにくぼみを生じさせた。潜望鏡に向けて、降角砲と機銃を発砲。後方の大波も制圧に加わったが、 パイクは損傷なく離脱して行った。8月9日、2隻、大鷹、大波は、横須賀へ到着した。8月17日、主力部隊、戦艦3隻、山と、長と、不走、空母、大鷹、巡洋艦3隻、あたご、高尾、野ろ、駆逐艦部隊、両風、海風、周雲、遊具も、若月、天津風、初風として、 クレを出撃し、23日トラックへ進出。一度日本本土へ戻った後、9月7日に、空母2隻、大高、沖鷹は、駆逐艦3隻、裏風、風雲、さみダれに護衛されて、横須賀を出発。11日に到着した。9月21日、3隻、大高、沖鷹、東風はトラック白地を出発。9月24日、艦隊は、 島風型駆逐艦島風を先頭に、島風、沖高大高という速力20ノットの単純陣で航行していた。悪天候の中、父島の北東に100海里で輸送艦隊は敵船に襲撃される。午前7時前後、暗号解読により待ち伏せていたアメリカの潜水艦、カブリラが魚雷6本を発射した。日本側は、カブリラに気づいておらず、大高が、 右舷500メートルに多数の来石を認めてから15秒後、少なくとも魚雷3本が右舷側3箇所、完備、起爆、全部火薬庫、不発、爆弾庫、不発に命中した。全部弾薬庫にも1本が命中していたが、不発であった。一方、完備付近に命中した魚雷は、スクリューと舵取り機室を破壊、機械も停止して本館は、航行不能となる。 火雷による死傷者は、戦死9名、重軽傷者24名と報告されている。衝撃で海に投げ出された、本艦の陸民のうち、2名は、大高救助艇に、8名は、島風に収容された。島風は、敵戦撃沈を報告しているが、カブリラは、沈んでいなかった。対する、カブリラも島風の反撃と悪天候により、空母2隻、大高、 沖高にとどめを刺すことができず、また連絡を受けた、アメリカの潜水艦ジャックも大高を狙うが補足に、失敗した。一方、航行不能になった大高は、沖高が栄光することになった。午後2時過ぎ、2隻、沖高、大高は、速力11ノットほどで、横須賀へ向かった。なお、駆逐艦佐々ミ第7駆逐隊も救援に向かったが、 海画展に艦隊を発見できず、二十五日十三時に相手の位置を尋ねている。また横須賀に停泊していた駆逐艦白露第二十七駆逐隊も二十五日に大高救援のため道護衛部隊に加わった。二十六日十六時三十分、五隻、大高、沖高、東風、さざ波、白露は横須賀に到着。ドックにて調査したところ大鷹うえへの 不発魚雷命中痕跡は5箇所に上り、さらに左限にも命中時期不明の不発魚雷命中痕跡がいくつかあったという。横浜選挙、三菱重工業株式会社横浜造船所における大高の修理は長期間に及んだ。この時に飛行甲板を前方へ10メートル延長、長さ172メートルしたが、それでも流方。 潜水母艦王クジラ改造空母より3メートルも短く低速ということもあって改造効果は薄かったとみられる。一方、田村敏夫は上院からの聞き取り調査を行い飛行艦板の延長はなかったとしている。11月17日、松田大高艦長は軽巡洋艦阿賀の艦長へ転任となった。横須賀海軍公務部部長、松野敏郎大佐が 大高艦長の職務を兼務する。1943年、昭和18年11月15日、日本海軍は、海上交通保護及び対戦相当を主任務とする、海上護衛総司令部を設置した。主要職員は、司令長官、大川小四郎海軍大将、参謀長、島本九五郎少将、主席参謀、後藤光太郎大佐、作戦参謀、 大井厚し中佐藤。12月15日、海上護衛総司令部機下に第901海軍航空隊が編成される。同日府で空母3隻、運用、海高、大高は海上護衛総司令部部隊に編入。12月20日には空母、上高、ドイツ客船シャルンホールド改造空母も編入された。だが、大高は入居修理中で、 また対戦将回機の能力も不足かつ連度、不十分であり、直ちに会場を護衛任務に就くことはできなかった。大井厚し、作戦参謀は、本型空母の使用方法について、楽しそうに研究していた、護衛総司令部の参謀たちは、これには、すっかり厳滅の悲哀を感じざるを得なかったと、回想している。また、大井は大高型を、不渡り手型、栄養不良児と表現している。 1944年、昭和19年2月1日、日本海軍は、護衛空母の飛行機隊の訓練、整備を担当する部隊として、第931海軍航空隊、司令、大塚修司中佐を編成する。2月15日、大鷹艦長は、松野大佐から、別府秋友大佐、当時、空母千代田艦長に交代。3月20日、日本海軍は、 駆逐艦しぐれ初代艦長、第十一駆逐隊司令、京順熊野艦長、沈没児童を歴任した杉野周一大佐を大高艦長に任命する。4月2日、修理完了。大高は海上護衛総隊として本格的に行動することになった。文字とシンガポールを結ぶ、非戦団の護衛に使用されることとなり、月日に対戦紹介用として、 第931航空隊所属の7式、艦上攻撃機器12機を搭載した。5月3日、本艦最初の護衛航海として、日61船団、指揮官、佐藤勤務第8護衛船団司令官、輸送船11隻、護衛艦9隻、空母、大高、解剖艦、佐渡、倉橋、解剖艦5号、7号、17号、駆逐艦3隻、電、 響き、朝顔を,を編成し、文字を出向。5月6日、日とし坂井丸が、機関故障を起こし解剖艦2隻に護衛されて、高雄市、台湾に引き返した。5月7日朝、輸送船1隻、赤根丸が、米潜水艦に雷撃されて勝破する。米潜水艦砲の攻撃による戦火だった。5月9日、日61戦乱は、 速力11ノットに落とし、マニラに寄港した。同地で5隻、デン、響き、縦川丸、日英丸、あずさ丸を分離、大高は残る船団を護衛して5月18日にシンガポールに送り届けた5月14日、デンは米潜水艦、ボーンフィッシュの来撃で沈没した。折り返し、六62船団、輸送船8隻、護衛艦6隻、大高、 佐渡、倉橋、5号、7号、13号として、シンガポールを5月23日に出港した。マニラに立ち寄り、6月7日六連儀、8日に無傷で、文字へ到着した。大鷹の、初めての船団護衛は、おおむね成功に終わった。記録1から62船団運航指揮官の、細谷大佐は、大鷹の護衛について、大鷹が護衛につきピルマハショークとも楽なり、 大鷹の活動派献身的なりと高く評価した。その後、呉海軍交渉に開港され修理に従事した。7月9日、修理完了。空母3隻、大鷹、海鷹、上鷹は航空機輸送任務に伴い、被69船団、機関、貸しに加入され、7月13日に出港し、マニラへ第一航空艦隊再券用の機材、 合計124機を輸送する。7月20日、日69戦団は、マニラ到着。にあげ後、大高は、シンガポール発の日68戦団に合流、内地に帰島することになった。7月23日、日68戦団は、マニラを出発。7月30日、六連儀。だが、日68戦団は、米軍潜水艦複数隻、アングラー、フラッシャー、 クレバルの襲撃により、沈没三隻、大鳥山丸、秋丸、東山丸、聖川丸損傷という被害を出した。8月2日、海上護衛司令長官、大川小四郎大将は、軍令部総長へ転任。後任は、野村直奥に海軍大将となる、海上護衛司令長官と、横須賀守府司令長官の兼務。8月8日、大高は文字及び六連を出撃。 駆逐艦3隻、藤波、夕凪、マコで途中合流の朝風と、解剖艦複数隻、平戸、倉橋、三倉、湘南、第11号解剖艦、マコで途中合流の佐渡、松は、日振、り、トロフと共に、タンカー4隻、即旧、帝洋丸、A 広島丸、あずさ丸、陸軍特殊船、貨物船多数、旧カテ艦、イラゴなどからなる、 重要船団、非71船団、指揮官、第6護衛船団司令官、梶岡貞道少将を護衛していた。非71船団の重要目的の一つは、ルソン島配備予定の第26師団の海上輸送であった。陸軍将兵の合計は、約3万7600名に達した。しかし、船団は、当初より、米潜水艦3隻、レッドフィッシュ、ピクーラ、 スペードフィッシュの追跡を受けていた。8月18日朝、A ・ヒロシ・マルが、ひかみなりし、駆逐艦ゆうに護衛されて、高雄市に引き返した。木71船団は、南下を続けるが、フィリピン西岸に到達する頃には、悪天候に、悩まされる。同日午後10時28分、戦闘消防記録10時25分、大高は、ルソン島東方にて、 アメリカのガトー級潜水艦のラッシャー、アセスラッシャー、SS-269 の雷撃にあった。レーダーで戦団を補足していたラッシャーは、相手が空母とは気づかぬまま浮上状態で、艦尾発射艦より、魚雷2本を発射。魚雷1本が、大鷹の上後部に命中し、艦底部ガソリンタンクの爆発により300メートルもの、火柱が上がった。 続いて火災が、大高の弾薬庫を誘爆させ、やがて左源側のタンクも爆発し、大高艦長の報告によれば午後10時40分に、左源重油庫に、魚一本命中、搭載していた97艦高12機ごと沈没した。沈没地点記録。木71船団の輸送船の止まるの二等運転手として、船橋にいた、宇野光一によれば、大高は、 輸送船団の中央後方にいて、速力12ノット程度で航行していたという。大高の大爆発と沈没は、非71船団を動転させた。非71船団は、統制の取れないまま思い思いの方向に試算し、大損害を受けた。大高を含め感染多数、大高、三角あまる、即急、低陽丸、東あ丸、る、田松丸が沈没し、 損傷官も続出した。大厚市海上護衛奏大参謀は、たった一夜で誠に無護奏たる被害であったと、改装している。8月30日、杉野周一大佐は大高官庁の任を解かれた。10月10日、大高は、軍艦席、大高型航空母艦のそれぞれから除籍された。現在、大高の慰霊碑が、長崎県佐世保市の旧海軍墓地東公園にある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。